コスタこだわりのフラットホワイト、ほー、贅沢エスプレッソにまろやかミルク、たまんない、コスタこだわりリニューアル。今回はロケでカフェのセットが再現されているっていうのがとても印象的でした。カフェブランドであるこのコスタコーヒーの世界観を再現してるなっていうところが印象的です。以前はなんかもう全身コスタカラーでしたけど、今回はカフェの中に自分がいるような感じで、ナチュラル感をイメージしています。普通に開けているだけでこうコーヒーの香りがすごく感じられて、カフェブランドならではの本格的な味わいだなっていうふうに思いました。 CM やらせていただいて、周りの人からコスタ見たよとか、コスタおしゃれだよねとか、そういう声がすごく聞こえてきて、なんか私まで嬉しくなっちゃって、例えばなんか冷蔵庫の中に入ってたとしても、なんかワンランク自分が上がった気持ちになれる。ミルクのまろやかさと甘みと、カフェラテよりもしっかりしてて大人っぽくて、でコーヒーの味わいがしっかり伝わってくるので、私のお気に入りはこれ。もうちょっと身近なことに挑戦していきたい。私お腹空かなくてもすぐ食べちゃうんですけど、多分お腹が鳴るまでご飯食べないとか、なんかそういうちょっとした身近なことを改善していくっていうか、挑戦していけたらいいなって思います。今まではもうなんか高いところを夢見てひっかーってやるって感じだったんですけど、身近にあるものの美味しさとか感動とか幸せとか、そういうものをなんかもっと味わっていきたいっていう感じです。コスタコーヒーの代表メニュー、フラットホワイトも新しいフレーバーとして登場します。そしてコスタコーヒーの新 CM も公開します。新しくなったコスタコーヒー新 CM と一緒にどうぞ。